それより、例えば、いつでも、例えばアメリカのインディペンデントのフルメーカーの映画をもう何度もメニタイムズ繰り返し見ることのインフルエンスの方が大きい。ビッグクエスチョン。作る映画の目的と、これから自分の映画をどこで作るかと、この2つの目標がパーポスある。1つは やはり日本で、1つは日本でもうあんまり映画を作らない。で、いろんな世界のところで映画を作るようにしたいし、そうしてもっと作る映画にを自由にしたいっていうのがある。でもまあちょっとフランクリーに言えば、人の人生をより良い方向に変えれる、パワーを持つ映画ができるようになったらいいと。